真空圭さんもすすきありがとう。高圭さんレインボースターありがとう。親方さんハート、カズさん結婚してありがとう。こんにちは、こんにちはです。今日はこのあとね、打ち上げ祭があるということで、打ち上げ祭楽しみ。お昼がね、あの2期生ちゃんたちで、で夜が1期ドラさんなんですけれども、そうなのでまだ時間があるので、夜結構遅くなりそうだったのでお昼頃にしとこうと思って配信始めました。あーちゃんお月見、いきさん好きありがとう。かぐや姫うさぎらしありがとう、教えてくれてありがとう。かぐや姫、かまちゃん、かまちゃん、かぐや姫うさぎタワー、びっくりした。こんにちは。うん、頑張っていたら空はみれたねえ、嬉しい。え、見つけたよ、この前のコンサートとか、この前とかも全国ツアーで見えたよ、めっちゃ見えた。久しぶりってさ、あ、しぶりか。こんにちは。ちょっとすいません、開始早々すごい下を向いてしまっているんですけど、ありがたいことにねタワーをいただいているということで書かせていただいてますので少々お待ちください。かぐや姫うさぎ、こんにちは。打ち上げ祭り、打ち上げ祭えないんじゃないかな、何も聞いてないです。配信があるのあるとは聞いてないからないんじゃないかな。よいさんお疲れありがとうございます。打ち上げ祭り楽しみ、お嬉しい、来てくださるってことですね。お待ちしてます。一気ドラさんで最後の最後締めたいと思います。こんにちは、かまちゃんさん、かぐや姫うさぎタワーありがとう。うさぎありがとうございます。うさぎ、ありがとう。久しぶりにお会いできて嬉しかった、お会いできたっていうか、ステージ上の空浜を見てもらえて嬉しかったし、大きなステージでこの前のねイベントも来てくれてたけど、こう大きなステージっていうのは多分久しぶりだったと思うので嬉しい、ありがとうございます。タワーありがとう。ヘルムビーゲさん、エリックさん、ススキありがとう。左利きの招き猫さんハートありがとう。とも大和さんもハート、パイナミさんありがとう。こちらこそです。お、14日の直サイン会申し込みました、ありがとう。そう、皆さん
今月10月、まあ今日から10月なんですけど、10月14日土曜日18時からこちらのルームでオンラインチェキサイン会が開催されます。ぜひまだ申し込みできていない方はこのバナーが2個あると思うんですけど、下の方のバナーからチェックできると思いますので、チェックしてくださると嬉しいです。あのシナのソラハ間違えないようお願いします。シナのソラハをお願いします。昨日はお疲れ様です、ありがとうございました。てねうなぎさん、ススキありがとう、ありがとう。たるぼうさん、ハート。さとこさん、ススキありがとう。お、待ち受けにできそうな素敵な写真撮れてよかったです。お、ありがとう。そう、皆さんあのカメコタイムとかで撮ってくださった写真、ハッシュタグシナのソラハをつけてつぶやいてポストしてくださると嬉しいです。髪の毛抜けちゃった。こんにちは、こんにちは。トルボーさん、ススキありがとう。ゼータンさん、赤と緑のペンライトありがとう。バンジェラモンスターさん、ダルマありがとう。テレウナギさん、ススキありがとう。そう、昨日と一昨日と昨日は全国ツアー2023 in 大阪でした。見に来てくださった皆さん、あの配信を見てくださった皆さん、ありがとうございました。そう、今日は気合い、今日ね浴衣着るから気合い入れてラメラメ入れすぎちゃった気合い入れてラメラメ入れすぎちゃった。お父さんありがとう、ススキ。チャットセイジさん、コバありがとう。お、チェキサイン会申し込んだ、ありがとう。お、お家に帰ってカメコ写真整理してきます。お、頑張ってください。もう本当にね、撮るだけでも大変なのに、編集とかね、整理とかも大変なのに、ありがとう。今回もチェキ楽しみね。今回はチェキ3パターンで私服撮ります。私服じゃない、私服は2着で、1着はコスプレでチェキを取ろうと思いますので、3枚申し込んでくださった方はちゃんとね、1枚1枚当たるようにします。あの、かぶりはないようにします。2枚とかでもだけど。お、無事関東に着きました。お、ありがとう。たくさんたくさん写真撮ってくれてありがとう。お、前日楽しかったね、楽しかった、めっちゃ見てたよすぐ見つけた。アスパラさん、ハートありがとう。取れてはいるけど手が回りませんだよね。私も見つけた瞬間いっぱいアピールしたよアピールしました。こんにちは。お、今からぼちぼち会場向かう。お、あれかな、2期生ちゃんも行くのかな。2期生ちゃんが14時からで、一期ドラさんが6時だっけ。あ、5時半だった、30分早いのか。5時半からです。配信とかがないのでね、その会場に当選された方しか見ることができないんですけど、楽しみ。YMY さん、ジージーありがとう、ありがとうございます。クレ、あ、ね、クレジットカードを持ってる方しかなんか買えないって毎回言ってますよね、チェキ買え。
前髪が久しぶりに分かれちゃった。あとで癖取っとかないと。どうしよっかな、今日の浴衣の髪の毛どんな髪型にするか迷い中。お、新曲衣装待ち受けにしました、ありがとう、嬉しい。かつぽさんありがとう、お疲れ、ありがとう。くしゃみが出そう。眠くない。今日はでも1時半くらいに寝て10時前に起きたので9時半ぐらいか9時半ぐらいに起きたので8時間は寝れました。ラブラブを見せつけられた。お疲れ様です。全地でダブルアンコール初めて。そう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 、ダブルアンコール初めてだった。めっちゃねワクワクしたよ、ワクワクしました。ちょっと待ってよ。バンジャラモンスターさんハートだるまありがとう。お、3枚申し込んだ、ありがとう。そう、あ、そうやね、ショールームでしか言ってないけどメールにも書きますね。こんにちは。お、ね、ペンライトたくさん持ってくれてありがとう。こんにちは。おい猫さん、おびさんハートありがとう。浴衣、そう今日浴衣なの。北斗の高さん、レインボースターありがとう。こんにちは。メッセージボード、メッセージボードめっちゃ見えたよ、めっちゃ見えた、2階だったけど見えました、ありがとう。こんにちは。もう話したいことがたくさんやね、話したいことがたくさんあります。そう、昨日は全国ツアーね終わったんですけれども、なんとなんと千秋楽、昨日の夜公演でですね、10枚目シングルの表題曲君は何を後悔するのかを初披露させていただきました。君は何を後悔するのか、めっちゃねドキドキでした。もう超絶にドキドキでした、本当に。披露するのがその急遽決まって、本当にで急遽決まって、その日からも毎日ドキドキしとって、でも夜の部が始まる前に「オーバーチュア」とか鳴る前、鍵穴中かな、後ろで待機してる時にチコちゃんとユミリーさんとこう3人でいたんですよ。その時にもなんかやばくて、もうドキドキで、もうそのことしか考えられなくって、初パフォーマンスでね、もうほんまにもう信じられんぐらいドキドキしとったんよ。でなんかその時にユミリーさんがすごい優しい言葉をたくさんかけてくださって、3人でハグをしたんですけどね。もうその時から私はもう泣いてて、あ、泣かれちゃった、もう
なんか泣いててやばかった。裏でも泣いてました。もう始まる前から泣いてました私。だからそので、スタンバイする場所に着いた時に、まあ、リネタンが近くにいたんですよね、あの立ち位置的に。でだからリネタンがスラハとそのリコチンに対してね、なんかリハーサルの時にってリハーサルの時にってステージの袖から見てたんですけど、なんかスラハさんとリコチがめっちゃ頑張ってるの見て、なんかマジで本当にめっちゃうるっとしましたみたいな、すごい嬉しい気持ちになりましたって二人が入ってみたいな言ってくれて、でもそれでも泣いちゃって、で頑張って涙を拭いてステージに出たら、演出でなんかあのペンライトがいろんな塊で色に分けられて綺麗になってて、それ見てもさらにもう目がうるってなって、もう大変でした。序盤からもう序盤からもううるうるでした。かまちゃんさんありがとう。楽しかったな全国ツアー。かまちゃんさん花束ありがとう。そらさん普通にゆめりんさんの卒業コンサートで初披露だと思ってたから、それかリリーベとかかなって思ってたから、そうびっくりした。全国ツアーの千秋楽でパフォーマンスするって聞いた時は、みんなソラハの歌割り分かったかな。もうめちゃくちゃ緊張しました。でもなんかね、そのなんか自分の衣装っていうのをなんか、しかも選抜メンバーさんだけの衣装に自分の名前があるのもそうだし、こう立ち位置表を見た時に表題曲の自分の名前があるのもそうだし、自分のポジションがあるのもそうだし、なんか本当に全てがめっちゃ嬉しくって、なんかあっ、なりました。前回は前回までは17番17番って続いてたけど、上がった上がったポジションに行けたのがすごい嬉しくって、なんかこれからも16人の中にね入ってパフォーマンスしていきたいなってなんかめっちゃ思いました。なんかね、みちゅさんにあのパフォーマンス終わった後にグッてして、永遠より続くようにかな、時によかったよって後ろ向いてる時に言われました。すごい嬉しかったです。ね、初めて尽くしだから一緒の思い出に残りそう。本当に本当にそうなんだよね。なんかもうね、マジでなんか夢みたいだった。もう加入当初の自分からは想像できんからさ、もうずっと端っこで踊っとって、端っこで踊って
こう初めてね表題曲を披露するときは、まあその場にいなかったりだったり、まあステージの袖でそのみんなが踊るのを見てたり、モニター越しに見てたりとかっていうのをして、こう心がしんどくなったけど、昨日はね、その初披露の場にステージに立ってる、立ってて本当に嬉しかったです。なんかね、そうこれそう衣装が作られてるっていうことを言っちゃダメっていうか、多分言っちゃダメだったからずっとね言えなかったんですけど、衣装さんが、まあ、新しくなって、その衣装さんが今回の衣装を作ってくださってるんですけど、その衣装さんがね、なんか初その衣装をフィッティングした時に初選抜おめでとうございますって言ってくださって、なんかありがとうございますって言ったら、衣装を作る時にシナノさんの名前があってすごく嬉しかったですって言ってもらえたんですよ。それでその後にその選抜発表のあの生配信を見て泣いてしまいましたみたいな言われたんですよえみたいな。でなんかでもその衣装さんは結構今までの今年の新制服も作ってくださっている方だったりする、結構 ST のね最近の衣装をすごい作ってくださってる方なんですけど、でなんかその初めてお会いした時の印象がすごいなんか良かったらしくてでどんどんダイエットとかして綺麗になっていったりとか、なんか裏でのなんかそういうのを見てたりとかしてたから、すごい嬉しかったですってめっちゃ言ってくださったんですよ。でもそれがすごい嬉しくて、なんていうんだろう、こう出会ってたくさん関わるようになってめちゃくちゃ長い、もう5年ですとかではないけど、でもそうやって言ってくださるのもめっちゃ嬉しいし、なんか幸せだな。村上さん、鈴木ありがとう。あとね、あと聞いてほしい、この STU のそういうコンサートとか大きなものだったり、まあ、なんかのコンテンツの時とか絶対にいてくださるスタッフさんがいるんですけど、まあ、パパみたいな感じなんですけどね、そのスタッフさん、なんかそのスタッフさんに終わった後にお疲れ様みたいな、よかったよって言っていただいて、みたいな、ありがとうございますって、私はもう序盤から緊張してやばかったですって話をしたんですよ。なら、いやソラハは泣くだろうと思ってたよみたいに言われて、もういや自分では我慢しようと思ったんですけどみたいな、なんか涙が溢れてしまいましたって言ったら、なんかソラハは泣くって思ってこう泣くんだろうって知っててもやっぱソラハの涙には釣られてしまうし、なんか今までのことを考えると、今までのなんかソラハのそのことを考えると涙が出ちゃったよね、毎回ソラハの涙には釣られるみたいな言われて、みたいな、本当ですかって、もう本当そのスタッフさんすごい優しい方でめっちゃ素敵な、そう泣くと予想されてたらしい、泣くだろうって思ってたよってみたいな、なんか泣かないようにちゃんと、やっぱそういうさ配信もあるし初披露の場だから、しかもファイナルだから、もしかしたらその初披露があるかもしれないと思ってね、配信をのチケットをね買って見てくださってる方とかもいたりで、いつもより見られる見てる人数が多いだろうと思ったから
より頑張ろう、泣かないぞって思ってたけど、こうなんか選抜どうですか、初選抜のそらはちゃんどうですかって振られた時に、なんかこうファンの方がこうおめでとうとかパチパチとか、それで私はやられました。それまではよしもう私はコメントちゃんと言うぞって、コメントバシッと決めてやるんだからって思ってたのに、そのみんなさんからの拍手だったりで、こんにちは、千秋楽お疲れ様です、ありがとう。泣かないソラハはソラハじゃない。え、なんかね、マイハさんにも言われたんよ、ソラハ絶対泣くやろって。裏でそのなんかの時にスタ、なんかのスタンバイしてる時に絶対ソラハ泣くやろ今日って言われて、いや今日は泣きません、今日は絶対泣きません、いや絶対泣くよって言われて、何の情、泣いてしまいました。新曲めっちゃいいね、いやそうなんだよね、めっちゃ振り一つ一つ意味があったり、こうね、ユミリーさんも言ってたんですけど、こう暗闇の、ね、暗闇で見たことあるっていう振りが、振りっていうかあるので、ね、もっと一回しかまだ披露してないのであれなんですけど、こう何度も何度も披露されていて、多分皆さん見つけれると思うんですけど、同じね、その暗闇と、暗闇を振り付けしてくださった方と今回一緒なので、いろいろやっぱユミリーさんの初センターっていうか、なんていうの、ファーストシングルのやつとラストシングルで振りがあれだって考えられているのでね、めっちゃいい曲です。うん、同じ空間であの習慣を共有できて嬉しかった、嬉しかった。みんなソラハ見つけれたかな。ソラハ被ってることが多かったんだけど、見つけれたかな。泣いてた。やっぱ推しに似るんかな、みんなもウェーンって、ウェーンはやばいけど泣いちゃってたかな。泣きませんが振りになって、いや振りにしようとはしてないんですよ、本当にもうずっと泣きすぎたらもう泣いとるやばいやつやと思われるし、なんか嘘泣きなんじゃないかとかと思われるからあれなんだけど、本当に誰もみんなにしてほしい、私はもう感情移入っていうか感情がすごすぎて、自分で言うのもなんだけど、だから本当にすぐにね涙が溢れちゃうんですよ。またねその MV が公開されたりとか、なんて言うんだろう、もっといろんなところで披露されるようになってから、もっといっぱい解説したいですね。こんにちは。ソラハはずっと目で追ってた。嬉しい、ありがとう。新曲良すぎて何回も聴いてる。ありがとう。ね、本当に素敵だよね。なんかね、この楽曲で初選抜として選んでいただけてよかったなって思うぐらい心に刺さる曲でした。こうやっぱユミリーさんの卒業シングルなので、なんですけど、めちゃくちゃ自分の心に刺さる歌詞で、
なんか本当に嬉しかったです。めっちゃいい曲。え、歌詞ってさ、もう出てるのかな。みんなその曲を聴いて、なんか歌詞わかるのかな。テロップって後ろに出てたのかな。あつのりさん、すすき、みーさん、すすき、ありがとう。そうだよ、一度きりだからね、初披露って。初選抜とか、初ってつくやつが全部一度きりだから。あー、最後の終わり方ね、確かに鳥肌立つよね、あれ。うちらもみんな最後のポーズはこれでしたよって時に、えぇみたいな、えぇって振り入れの時に上がりました。何年か前の生誕祭で泣いてるソラファー見て輪になった。そうなの。泣いてるのが心に来たのかな。あきさん、すすき、ありがとう。あ、上のモニターに出てたんだ。なるほどね、テロップに出てたのか。あ、定点見てたからモニターの、あ、そうだったんだ。あ、SNS で上げてる人がいる。え、すごい、すごいな、早いね。君は何を後悔するのか楽しみだな。でまだまだ全然あの情報解禁されていないことがたくさんあるから、めちゃくちゃ楽しみです。頑張ろうみんなで。ワクワクやね。どんなことが公開されていくのか。こんにちは。初選抜、初披露おめでとう。お、ありがとうございます。6年1年見てた時、すごい近い。空のこともしっかり見ていただけてましたかね。嬉しい、ありがとう。帝国さん、鈴木ハート、ありがとう。こんにちは、初見ありがとうございます。 STU48 ドラフト3期生の篠野空葉です。20歳の兵庫県出身です。今日はこの後打ち上げ祭で浴衣を着るんですけど、みんな浴衣の髪型何がいいと思いますか。ちなみにですね、今年浴衣はまあ皆さんの前では1回しか着てなくて、こちらの前髪上げ、まとめ前髪上げ&まとめ髪をしたんですよね。でこの前お家で浴衣を着て配信をした時は高めのツインテールをしたんですよ。今日はどうしようかなってめちゃくちゃずっと考えてる。ハートありがとう。フィルムビーゲさん、ゆかさん、前髪上げもねいい感じやけど、どうしようかな。浴衣みかんさん、ハートありがとう。お団子、あー確かに。お団子ってお団子去年したっけな。あ、お団子去年の夏してるわ。でも去年したからあれだけど、結構ねまとめ髪とかお団子着物とか着た時に今までのこの髪型リストみたいな入れてやってるんですけど、結構くくってる
なんか浴衣じゃないけど浴衣っぽいやつ着てる時とか、これ最新だ。どうしよっかな。おはようございます。 iPhone10 じゃないよ。全然10月末に届くの。10月末に届くのでまだです。おはようございます。浴衣、三つ編みを下げ、どうしようかな迷います。でもね、その今日は配信がないのであれなんだけど、あれしますよ。私ちゃんとポストメールにも送りますので。あ、そうだよ、みんな今日から10月、今日から10月です。よろしくお願いします。10月皆さんぜひ、今日ポスト、朝ポストもしたんですけど、ぜひね、そらはのメールまだ登録したことがない方はぜひ登録してみてください。いっぱい、多分10月は多分シングル関連がいっぱい届くんじゃないかな。11月1日に発売ってことはそれまでにね、いろいろ情報解禁されると思うので、お楽しみに。ヤシヒロさん、クマありがとうございます。天田ヨナギさん、ススキありがとう、こんにちは。そうだ、そうなのよ。そう、10月1日はね、私の大好きなラーメン屋さん天下一品さんの日なんですけど、今日はもう今年は行けません。もうめっちゃ悔しいです。本当に悔しい、信じられんぐらい悔しい。いや、お昼から行こうと思ったんですけど、広島、ちょっとね、ファンの方がたくさんいるかもしれないからね、あまり出歩かない方がいいということで。しかももう私はもうこの2日間、昨日おととい食べ過ぎて、そんな思ったより増えてなかったけど、体重ちょっと増えてたので、あ、これは制限しないとやばいかもしれんと思って、ちょっと制限するので、今回は、今年は断念しました。でもね、何もなかったらね、きっと言ってたんだよね、ダイエットとか言うて、ダイエットしなとか言うとんのに、全然天下一品言ってたんだろうな。忙しくね、なりたいな今後ずっと。それだよ、今日はね、天一の日なのよ。夜行けないよ、夜行けないんですよ、今日終わった後もあって行けないんですよ今日は。だから帰ってくるのも遅いので、終わった後にお仕事があるので、だから配信もね、でもね、可愛い髪型してもらってると思うからね、配信したいんだ、配信したいんだ浴衣は着てないけど、浴衣は着てないけど配信はしたいからさ、どうしよう、どうしよう。早く会いたい。天一行きたいよ、空は本当は。どうしよう、髪の毛、でも浴衣だからやっぱくくってる方がいいんだと思うんだけど、逆にくくらないっていうのはあるよね、逆にね、何の逆にって感じだけど、みんながあげてるけどあげないみたいな、私はおろしでいくっていうのもあるよね。
逆にさ、もうめっちゃ高めの位置のクマさんとかはどう？もうこの辺のクマみたいな。やばいよね。さすがにやばいか。あのソラハがやったらやばいよね。サコちゃんとかはもう結構ね定期的にやってて、サコちゃんマジで似合う。可愛いし許される。サコちゃんソラハがやったら許され。天下一品、あ、アプリで無料券やからアプリ取ってた方がいいかもしれん。あの前回そうだった、アプリだった気がする。その前々回は券だった気がするけど。高めツインでもね、この前ね配信でね浴衣着た時に高めツインの浴衣したからなと思って。え、それな、ユミリンさんのクマめっちゃ可愛かった。だってユミリンさん普段しないじゃないですか、クマさんとか。昨日もお団子のクマさん、ハーフアップのお団子のクマさんで、一昨日はもう全部揚げクマさんだった。めちゃくちゃ可愛かった。ダリアンさんハートありがとう。ありがとうございます。ツインテールで後ろポニーテールどうやってするん？それはどうやってしたらいい？難しそう。黒柳先生、え、なんかお団子？あと前髪もないか。いや前髪重めか。重め前髪。どうしようかなってマジで迷ってます。でも王道に行くとやっぱ前まとめ髪じゃないですか。めっちゃなんか三つ編み？三つ編みか、ちょっとなんかおしゃれなツインテールとか、おしゃツインテールとか。あのツインテールはしてないね。この2年前のなんか多分バレンタインかな、バレンタインの時にツインテールしてる。あ、これもだに、あ、これは加入当初の当初に終えて AKB48 さんの握手会ですね。2019系4年前の誕生日の時のやつだ。まあ三つ編みしてる。それ以降は三つ編みしてないな。三つ編みもありだな。去年の周年コンサート前はなんか一本のポニーテール、おしゃれポニーテールみたいなしてもらった。ツインテ、ツイン系もありですね。二つ系の、二つ系ありだな。カイトさんハートありがとう。ツインテール似合うって結構言われることがあるのでね、いっぱい今のうちにしとこう。あ、クルリンパとかね、あるよね。あ、大人っぽい感じ。え、じゃ浴衣ね、希望送ったけど正確に何決まったか分かんないので、決まったやつを見て決めますね。でもツインテールもね、メイクさん、メイクさんってほんとにすごいから、大人っぽいツインテールしてくださいってなったら大人っぽいツインテールになるし、可愛い系のツインテールしてくださいって言ったら可愛い系にもなるし、いろいろできる、できるとかしていただけるから楽しみだな。ワクワクだ。ツインテール、僕の好きな最強ツインテール、似合いすぎて教室中。オールバックのポニーテール、前髪ガーンってこと？やだよ。一昨日前髪あげたしね。前髪はあげないかな。さすがにもう大変よ、そんなんやったら大変よ。あ、びっくりした。こんにちは。ちょっと待ってくださいね。いてててててて、もう最近本当に腰が痛いよ。早く買わないといけない。Nice.
ザ・イス、ザ・イスか、ザ・イスじゃなくてザ・イス。じゃあ今からはテルルテテテテテルルテテテテテルルテテ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 、さあ何をすると思いますか皆さん。そうです、爪を削ります。あのまた深爪になりがち。3分クッキング、3分クッキング、確かにね、3分クッキングの音やったけど音だけでっていうね。かほちゃんハートありがとうございます。昼夜打ち上げ公演入るのでお見送りを待ってます。お見送りあるのか、あ、そっか、お見送りあるって書いてたっけ。お、かほちゃん DJ さんハートありがとうございます。てれる、てれる、てれる、てれる。今日撮影タイムがあるらしいですからね。でもあれはね、多分亀戸籍とかじゃないから、多分携帯、みんなの携帯、携帯で写真を撮ってもらえるのかな、撮影タイム。バリバリに、バリバリにメイクしとこう。もう今なんかね、ほんとメイク、多分ね、メンバーのあるあるだと思うんですけど、メイクを早めに終わらせると、その始まるまでに時間がありすぎると、どん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 メイクを足しちゃうっていう現象が起きます。だから多分あのあのマジでこう今とかね、まだまだまだまあなっちゃうけど、もっと多分始まる前になったらやばい、もうめっちゃ毛ばくなってるかもしれない。もう涙袋ギラギラ涙袋ギラギラで、もうまつげギャンギャン、今でさえギャンギャンなのにもっとギャンギャンになるかもしれない。え、夜最前列、え、すごい、おめでとうございます、よろしくお願いします。え、のりんさん花束ありがとう。え、多分そう、撮影可能な時間あった気がする。え、書いてたよね、撮影可能みたいな。私もさ、あれし、あのファンの皆さんに展開された情報しか知らんよ。撮影ありって書いてた気がする。こんにちは。めっちゃさ、やばい、もう今日さ、お腹、え、前も今日食べてないんですよ。なんでかっていうと、昨日は食べ過ぎたから昨日おととい食べ過ぎたから、あのもうやばいんですよ。頑張らないとと思って、今日はまだ何も食べておりません。すっぴんで可愛いって、可愛くないよ。すっぴんはあんた誰になっちゃうから。ちょっと伸びすぎている。え、ねえねえ、私この前爪切りさしたよね。ちょっと爪が長すぎるので、本当はね削った方がいいんですけど、爪が長すぎるので一旦爪の長すぎる部分を切ってから形をあの整えます。しかも今日絶対差し入れある気がするんだよね。もう太っちゃう。なんかさ、でも人それぞれの体質だなと思います。ソラはマジで食べたら食べた分だけポン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 って太っちゃうんですよ。でも食べても食べても太らない人は太らないじゃないですか。まあ多分で言う、
大切なもあるけど、でもきっと裏でもすごいね、その食事制限とかを多分してると思うんですけど、すごいと思う。おはよう。あ、でもね、そう、踊ってるからかわかんないんですけど、なんかそんな思ったよりも増えてなかったです。あ、関西に来るとキョウバーム買うのがルーティンだから2個くらい。めっちゃ買うやん。え、キョウバームってさ、あの抹茶のバームクーヘン大きくない？そんなことないのかな。そう、私が使ってるやつは匠の技っていう爪切りです。ファンの方にいただきました。差し入れいっぱい食べちゃう、許して。あの10月7日ランウェイだけど、でもね、また細くなったよねってメイクさんに言っていただいたんですよ。顔の輪郭がまた細くなった気がするって言っていただいて、嬉しい。でも確かにね、あのウエストとかはまた、え、この前も調節して細く詰めてもらった気がするんですけど、また緩くなってたんですよね。なんでウエスト減るの？ウエストは減らなくていいから、太もも減ってって思う。太もも隠れてるからいいやんって思うかもしれんけど、いや、太ももがほんまにね、もう嫌すぎるから、ちょっとここ不安だな、ここ不安なので、ひまちゃんで食べとこう。かわいい、かわいい、かわいくない？あんま見えんけど、ひまちゃんがいる。ひま、2019の顔特有、え、2019はまだ細かったかもしれん、まだ細かった。2020コロナ禍からやろ、コロナ禍になっておうちに、おうち時間が増えるからダイエットしようとかって言い始めたら太ってたよ。成長期というのもあったりでね。こんにちは。みんなで一緒に爪を削ろう。マジ手って大事だからね。スレンダー細すぎるってコメント多かった？いや、細すぎもないよ。なんかね、なんかやっぱさ、 STU48 の代表として活動していくじゃないですか。の時に体型がね良くなかったら、え、 STU ってこういう子が多いのかなとかって思われちゃうから、そのなんか STU ってやっぱ他のグループさんより露出する面積っていうのかな、少ないじゃないですか。あのスカートの丈だったり、その腕のとこだったりだから、あ、露出しないからってみんな食事制限とか頑張ってないのかなって思われたらそれは嫌だから、やっぱね、しっかり管理してやるんだけど。ちょっとね、お腹鳴る。昨日の夜食べたやつが消費してるのかな、今。めっちゃお腹鳴る。去年の去年の5周年コンサートやばい、めっちゃパンパンよ。え、去年の5周年コンサートめっちゃパンパン。なんかなんでそんなパンパンなんてぐらい全部パンパンだった。なんか今も目結構パンパンなんやけど、え、5周年コンサートめっちゃパンパンやった。
つぐらいから痩せたねって言われるようになったんだろう。やっぱダイエット始めて半年ぐらい、クリスマスコンサートぐらいかな。クリスマスコンサートぐらいには細いって言われてたのかな。どのぐらいだったんだろう、自分でもあんまり覚えてないけど、どのぐらいだったんだろう、細いね、細くなったねとかってこう褒めていただく機会が増えたの。プチさん、ススキありがとう。これ以上細くなったら嫌いになるかもよ、知らんけど。細くなったら嫌いになれる、なられるんだったらもうじゃあ嫌いになられるじゃん。だって私はもうちょっと細くなりたいって思ってるんだもん。自分の理想になるのが一番だからね。理想っていうか自分の目標っていうか、自分がなりたい体型になるのが一番だからね。それは人の自由だから。やめてよ、嫌いになる理由が。悲しいよ。こんにちは。アイドルがお腹すいたって配信で言ってることが眩しい。そんなこと思われちゃうの？なんで？そら信じられんぐらいご飯食べとるけど、しょっちゅうカフェ行くし。プチさん、鈴木音符ありがとう。めちゃくちゃ食べるし。目標の細さは、でもなんて言うんだろう、私なんか目標の細さ誰かっていうのはいないんですよ。私的にそのふくらはぎとかそのウエストとかは痩せたなと思うんですけど、太ももが痩せれてないので、太ももがもうちょっと一回りぐらい細くなったらもうリ細です。なんかいっぱい歩いたら足痩せるよって言われていっぱい歩くようになったんですけど、確かにふくらはぎは引き締まったけど、あの太ももはね、あんま変わってなくって、やっぱ太ももは筋トレとマッサージだとは思うんですけど。北斗のタカさん、ハート。プチさん、おっぱいありがとう。だから いろいろねやりたいよね、その今月、まああと1週間なんですけど、ランウェイがあるので、初ランウェイ。歩いたら筋肉つくからそんなに細くならない。え、でも、うん、あーそっか、逆に筋肉つく逆にね、ついちゃった。だけあれだろ、あの筋肉を引き締める、歩いてんだけいっぱいマッサージしたらいいんかな。いっぱいマッサージすれば。やだよ、でもふくらはぎ細くなった気がするけどね、自分的。ちゃんとマッサージしてるからかな。お風呂上がりは絶対にあのボディクリームつけてマッサージします。ただいま爪磨きタイム。今日はね、皆さんにお会いするので爪をしっかりね、もしかしたら爪の細胞まで見られるかもしれないから。大事ですよ。私は手がコンプレックスなので、私はみんなの手を見がちなんですよ。だからこそこう自分のコンプレックスのところちょっとでも良くしたいので、よいしょ。
目ギランギランにしてやる。でもさ、爪が綺麗な女性って良くないですか？ソラハ的にはいいなって思うんですけど。ほのたんさんめっちゃ綺麗だった。ほのたんさん一番綺麗だった。あとはあ、リンコちゃんとかサラピとか、あ、ゆうかちゃんとかも綺麗。あと誰だろう。あ、さこちゃん、さこちゃん、さこちゃんとかめっちゃ綺麗。右手が、あ、嘘です集中しすぎて右も左も分かんなくて、右手じゃなくて左手終わりました。私はね、本当にすぐ伸びちゃうので、いっぱい切っても、いっぱい、あ、削ってもか、いっぱい削ってもまたすぐ伸びます。悲しい。こんにちは。ここだけの話、10月になったので、お、メールと写真撮ってみました。嬉しい、ありがとうございます。まあ、まだね、メール取ってないよって気になるって方はぜひ、今のうちにチェック ST48 の公式からね、チェックしてくださると嬉しいんですけど、今日はおはようメールと、受付中のものがありますよっていう2個メール送っただけなので、まだね、打ち上げ祭のオフショット、浴衣のオフショットとかはまだなので、もちろんぜひ今のうちに新しく登録してくださると嬉しいです。お、綺麗になった、いい感じ。定位置の前歩いてて大丈夫です？食べたいよねえ、暇暇、昨日練り歩きで近すぎて細さ伝わった？いやー、なことないよ、可愛さ優勝しとったよ。初訪問ありがとうございます。 ST48 ドラフト3期生の篠野空葉です。20歳の兵庫県出身です。今日はこの後打ち上げ祭がありますので、会場に来られる皆さんよろしくお願いします。いつもはね、生配信があったりするんですけど、今日はありません。チップさん、ハートありがとう。あ、そうだよ、差し入れでいっぱいいただいたんですよ。じゃーん、カルビーの焼き塩味とうまみ塩味。じゃーん、めっちゃお腹鳴る、やばい。そしてこれ朝1個食べたベイクド餃子。そう、パちゃんが1個、私食べんからあげるって言ってくれて、もう1個あると、柿の種の唐揚げだって、唐揚げ味。そしてまたまた、じゃーん、ソースうまかつ。これはまだ残ってたので、いっぱい残ってたから持って帰ってきちゃいました。ソースうまかつ、あーあああ。そして大好きなこのシュガーの中、めっちゃ美味しいの、これ。これいっぱい余ってたので持って帰ってきました。と、あとそれのチョコバージョン、美味しそう。以上です。あ、あとあれもある、これ、じゃーん、味付け海苔、徳島かな。え、あとあれですよ、みんな、昨日の公演見てた方とか分かると思うんですけど、その ST48 チャンネルさんが大阪の千秋楽で
ご飯をあの差し入れをお渡ししますって言ってたと思うんですけど、言ってたやつが昨日いただいたんですけど、マジでやばかったですよ。まだ食べてません。私冷蔵庫に今あるんですけど、紙袋だけ見せるともうキラキラ輝きすぎとって持って帰ってきたもん私。ジューン、ほらこのメーカーさんのおチョコレートとこのブランドさんのおチョコレートをいただきました。やばない？怖っ、やばいよね。え、すごくないですか？え、この後お披露目会しますね。やばくない？私今までブランド物のそういうね、その思ってなかったので、そのブライベートさんとブルガリさんのやつ持ってなかったので、やばい、美味しいって言ってたメンバーみんな。でも私はなんかもったいなくてそういうの食べれないんですよ。自分じゃ買えないじゃないですか絶対おチョコレートおチョコレートだから今冷蔵庫にしまってます。やばくない？痩せたいと言った数分後にお菓子。そうだけど痩せたいけど我慢はしてないですよ。ソラハは我慢ができないので、我慢はねあまりしないです。賞味期限、いや賞味期限、そうそうそう、賞味期限までにはさすがに食べるんだけど、私もねなんかオープンしてないんですよ。オープンしてないので後で配信でお披露目会しよう。え、どっち、食べるのもったいないけどどっちか食べたいな。でももったいないよね。食べないならちょうだい。嫌だ嫌だ、それは嫌だ、それは嫌なんだけどね、それは嫌だけど、でもなんかねパセは両方も食べたらしいんですけど、あのどっちかがめっちゃなんかお酒が強かったって言ってた。お酒がその入ってるじゃないですか、やっぱお高級なやつってお酒強めだったよって言われて、言われた。つれきちさんお月見ありがとう。その子供が食べれないあれじゃなくて、お酒が強めって言ってた。お酒の味がめっちゃしたよって。だからそちゃん苦手かもしれんって言われた。この前なんかおしゃれなところでもらったクッキーみたいなのがなんかちょっとお酒みたいな味がしたんですよね。ちょっと苦手だったけん、そっちを食べないようにすればいい。いつ家族が広島に来るか分からんけど、広島に来た時用に取っとこうかな。そのお酒が強めの方は。風味、え、そう、風味付けでもダメなんですよ。ちょっと私風味付けのやつもなんかなんて言うんだろう、味がねちょっとダメなんだよね、お酒の。なんか気持ち悪くなっちゃう。でもお高級だから自分で食べたいよね。だって絶対一生食べないやん。そうだよね、自分でなんて絶対買わないやん。自分でなんて絶対買わない。あ、でもお酒のあれだよ、もうお酒入ってますっていうチョコレートじゃなくて、なんか風味隠しみたいな、なんか誰でも食べれるやつだけどなんかお酒っぽい味がする。お酒が入ってるか知らんけど
お酒っぽい味がしてたって。止まってくださいね。あと少しで終わります。お腹空いたからなんか買っていこうかな。差し入れあるかもしれんけど。りょうさんありがとう。すすきありがとうございます。あ、そうなんよ。市内持ってるアバターはこれは毎日アイドル1000日記念でね作っていただきました。そう、剣道小学2年生からアイドルになるまでのね6年間ぐらいやっておりまして、今もたまにこうお仕事させていただいたりとか、年に1回ね出たい出演させていただいているんですけど、そうです、剣道がね得意なので、特技です、特技が。でも全然中学2年生からは、そう、中学2年生までは定期的に稽古行ってたんですけど、アイドルになってからは定期的には稽古行けてないので、なんか特技っていうほどでもないっていうか、ね、言えないぐらいだとは思うんですけど、特技欄に剣道と書かせてもらってます。とりあえずさん、鈴木ありがとう。 GHP さんありがとう。ラブレターと鈴木、できたのではないでしょうか。ちょっと待ってね。できたらお高級なおチョコレートを公開します。よし、右が終わった。あ、そうだよ、ギフト、なんか無料のギフトをね1個でも投げてくださると、多分アバター着せ替えのところに行くと、この剣道のアバターとなんか音符が逆にな、音符の赤と黄色と緑の音符のアバターもゲットできると思うので、ぜひ着用してみてください。装着か着用じゃなくて、ん、着用か。いい感じになった。よし、皆さんお待ちかねのお高級チョコレートを持っていきたいと思います。ドキ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 、マジでスラハも開けてない。いきますよ、お高級チョコレートまで。あ、これちょっと恥ずかしい。お高級なのにちょっと恥ず、これやってたら恥ずかしいけど、ちょっとでは皆さん準備はよろしいでしょうか。 お高級チョコレートまで3、2、1、じゃーん、じゃんじゃじゃーん、すごないこれ。これ絶対箱捨てれんやん。え、ちょっと写真撮りたい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 よ、みんな。ちょっと写真撮りたい。もう一生だってもらえないからね。自分じゃ買わんもん。
何回言うねんって感じで、自分じゃ買わんからこれお写真撮りたい。ちょっと写真撮りたい、見て、保冷場、保冷剤ケースやばない？ちょっと待って、写真撮りたい、写真撮りたい、写真撮りたい。ちょっと写真撮りたい、写真撮りたい、写真を撮るよ。お高級な、紙袋をまず2個置いて、紙袋2個置いて、で前にチョコレートを置く、前にチョコレートを置く。え、取り方合ってんのかな。シワが気になる。はい、チーズ。え、ね、私も初めて知りましたよ。チョコレートにあのブランドの、ブランドのチョコレートがあるっていうのあんまり知らんかった。そら、なんかすごい、ちょっとこのこういう紙袋もちゃんとしまっとこう、あのもう保存しとこう。では、え、なんかこっちのルイ・ヴィトンの方がちょっとお酒が強かった、お酒味がめっちゃ多かったって聞いたので、こっちのブルガリさんの方をちょっといただきたいと思います。お高級なのでちゃんと髪の毛きれいにして写真撮っとこう、記念に、記念にお写真撮ります。髪の毛もボサボサだけど、やばいよね。シティヒュー48チャンネルさん、すご。チョコレートは10月27日まで。では皆さん開けたいと思います。いきますね、せーの、パカー、え、せーの、え、せーの、ふぅー、ブルガリ、ブルガリって書いてる。ふわー、やば、一粒、一粒、一粒、え、すごっお高級、すごっ、お高級だ。うわ、見て、食べていいですか。ダメって言われても食べるんですけど、やば、ではいただきたいと思います。こういうのってさすがに一口で食べない方がいいよね。じ
ただきます。でございます。え、聞こえました？めっちゃ外パリッパリです。冷蔵してたからかわかんないんですけど、で中が生チョコっぽい感じになってます。え、でも食べやすいあの甘さで、でもほんのり苦味もあって、やばい、うん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 、うんうん、うわ、これはやばい。え、なんかやっぱお高級なものってちょっと苦味が強かったりするのかなと思ったんですけど、全然そんなことなくて、めっちゃ美味しい。なんか中がそのさっきも言ったんですけど、こうトロッとしてるのでめちゃくちゃいい。え、ねえねえ、この箱これ取れんのか。え、これはさ、このさ白いやつはちょっとチョコがさついてるからあれなんだけど、え、この箱残しときたいんだけど、取れないのかなこの白いやつ。え、洗える？いや無理だよね。関西人。これ綺麗に拭、いや綺麗に拭けばとかの話じゃないもんね。チョコは取れるけど、これでも拭いてさ保管とか汚いかな。あったら洗ったらシワシワでもね、そのシワシワにもならなさそうな生地なんですよ。わかりますか？上、あ、チョコレート取れた。なんかマジでもうやつやっていう箱なんですよ。マジで拭けました。箱までがこう、もう本当にもうねすごいよ。私こういうのさちょっとさ本当に捨てれないんですよ。ちょっとやめてもらっていいですか？箱までプレゼントしてもらえるの嬉しいんですけど、こういうの捨てれないので取っちゃう性格なんです。え、あのここさ、ここついてないからあれなんだけど、え、だってさもうこんなん渡されたらもうえみたいな。え、結婚やんか。美味しかった。STU48 チャンネルさんありがとうございます。打ち上げ祭は配信ないと思います。多分ない気がする。やばい、めっちゃ美味しかったです。え、美味しい、めちゃんこに美味しい。開け方が指輪え、じゃあちょっとこちらは
ちょっとまた後日食べようかなと思うんですけど、中だけちょっと開けさせていただきます。ほどいちゃおう。うわ、この葉の、この葉のやって、この箱も大変。あ、これ後ろのこれちょっと取りたいな。待って、綺麗に取れちゃうやつ。箱だけでテンション上がる。これも後ろ綺麗に取れるかな。あ、これはちょっと若干、あ、いけそう。これ絶対私の取り方が下手だった。ピュッ、うわ、やばい。これも取れる、綺麗に。エルさんハートありがとう。ちょっとこれお披露目したら配信終わろうか。ね、こんなにこんなんしてるメンバーおらんって。え、誰かおるかな、ちゃんと箱までさ保管してるメンバーさん。ちょっと探そうかな。綺麗に取れました。あと後半がちょっとあれだったけど。かまちゃんさんファイトありがとう。お高級なチョコレート。誰か絶対いるよ、絶対にいる。分からんけどいそうな感じしませんか。綺麗に撮れた。そうなんよね、小物の保管用とかにいいんだよね、こういうのって。レオさんありがとう。佐々木ありがとうございます。こんにちは。それではオープンしたいと思います。あ、こっち系だ。オープン。え、チョコレートの詳細かな。うびっくり、すごっ。日本語と英語、こっち英語、こっち日本語。あ、何これ。誘惑がコンセプトのショコラ2種やって、もう分からん、もうおしゃれ。じゃあ中、ヒロさんコバありがとう。開けます、いきますよ。じゃん、わあ、え、すごい。すっご、見てくださいこれ。階級特急さんありがとう。か、階級やって、快速特急さん、すすきありがとう。ここ見て、まずチョコレートもそうやけど、この外よ、外がもう何これ、もうオーロラみたいな、もうキラッキラしてる。すごい。こちらはちょっと食べないんですけど、今はこんなね、もうバン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 お高級なものをさすがにもういっぱいは食べれないので、もったいないので、関西人魂炸裂なので食べれないんですけれども、また後日ちょっといただきたいと思います。すごいですね。これはST48チャンネルさんからあのいただいた差し入れの中の一つのお高級なおチョコレートでした。すごい。またメールとかに書きますね。マジですごい。すごい。池尾さんありがとう。好き。初訪問の方もありがとうございます。STU48 ドラフト3期生の信濃空葉です。20歳の兵庫県出身です。もうですね、配信終わるんですけれども、また夜
あのお家帰ってきてから、あの今日は打ち上げ祭があるんですけど、打ち上げ祭りか、打ち上げ祭りがあるんですけれど、そちらが終わった後にあのお仕事があるので、それがまた終わった後なので遅めの時間帯になっちゃうかもなんですけど、髪の毛が多分可愛くて可愛い状態だと思うので配信したいと思います。夜もクックさん、花束ひろさん、鈴木エノリーさん、ありがとう、ラブレター、ありがとうございます。すごい。今日は楽しくなりそうですね。皆さん、ただいまオンラインお話し会とオンラインチェキサイン会の申し込みが受付中でございます。あのプロフィールの欄に詳しく、書いてるんですけれども、オンラインチェキサイン会がですね、このルームで10月14日土曜日18時から始まります。あの1人3枚まで申し込みが可能で、2着私服、1着はコスプレで、全部違うお洋服を着ますので、もしよかったらね、1枚から申し込み可能なので、1枚だったり2枚だったり3枚だったり、こう皆さんが申し込める枚数チェックしていただけると嬉しいです。そしてお話し会がですね、今月も今日から10月なんですけど、10月末の10月21日幕張メッセで、一発目のお話し会があります。こちらがですね、今回の今やっている第一再販第一再販でラストとなりますので、1時間目のツーショットから始まるお話し会お待ちしてます。2時間目のお話し会が特におすすめです。オンラインは9日間、直接は6日間、計15日、よろしくお願いします。直接は2時間目、オンラインは1時間目がおすすめです。すごいいろんな受付が重なってるのでね、こうどれ申し込めばいいんだろうってこうなる方もたくさんいると思うんですけれども、初めての兄弟曲の選抜メンバー入りのシングルなので、たくさんの方といろんなところで思い出が作れたらなって思います。まだルームフォローしてない方はぜひルームフォローしてください。それでは男女を読みたいと思います。13位村上さん、12位キズナさん、11位 GHP さん、10位カイトさん、9位バンジャラモンスターさん、8位ヒロさん、7位ミルククラウンさん、6位エノリーさん、5位ヘルムビーゲさん、4位帝国さん、3位北斗のタカさん、2位天然うなぎさん、そして1位はカモちゃんさん、ありがとうございます。配信見に来てくださってありがとうございました。そう、この後打ち上げ祭がありますので、会場に来られる皆さんよろしくお願いします。そして今日は朝からポストをしましたので、ぜひチェックしてくださると嬉しいです。では配信を終わります。皆さんありがとうございました。ではバイチャラポー、またね。皆さんにとって素敵な一日になりますように。 Have a nice day! ありがとうございました。